ゴールデンウィーク前半最終日の今日、札幌の行楽地は多くの人でにぎわいを見せています。こちら国際スキー場の山頂です。スノーボードやスキーなど皆さん思い思いにこの春スキー、春の雪山を楽しんでいます。札幌市南区の札幌国際スキー場ではザラメ状の雪が残る中、春スキーなどを楽しむ人の姿が見られました。今シーズンの営業は来月12日までの予定です。乾杯。一方、中央区の丸山公園では桜の木の下にビニールシートを敷き、多くの人が花見を楽しんでいます。はい、天気もいいですし最高です。はい、訪れた人たちは写真を撮るなどして残り少ない桜の季節の思い出を残していました。